村さん、ああ、すごかったっす。自転車と一緒だっつって言われた時に聞いた人間違いだから。コーチの皆さんとか、あとその先輩の、まあ、同じ守備位置の方、うん、バッターの方とか、いろいろこう話やり取りする機会あったと思うんですけど、中でもこう印象に残っている、この人からこんな指導を受けたなとか、この人のバッティング間近で見てすごかったなとか、そういった当時のベイスターズの選手って、内藤さん、どなたがいらっしゃいますか？皆さんすごい方ばっかだったんですけど、確かに内川さんいるじゃないですか、うん、内川さんが首位打者取られた年に、内川さんオープン戦で出番が少ないからってファームに落ちてきたんですよ。2軍はちょうど多分教育リーグですかね。ジャイアンツ球場で3試合ぐらいあった時に、内川さん隣のベンチ座ってたんですけど、何試合か連続で打ったらまた上がれるみたいな話だったらしいんですけど、なんかもうちょっと打ってこいって言われたって言ってきて、試合始まって内川さん1打席目に 何気ないこう普通にポーンってショートゴロ打ったんですね。忘れもしないんですけど、1塁からすっごいニヤニヤして帰ってきたんですよ、うん、どうしたんやこの人と思ってで横座ってずっと笑ってるってやってるから、どうしたんすかって言ったら、掴んだって、もう掴んだからこれで打てるって言ったんですよ、うん、そしたら本当にその試合も3本ぐらい打って、次の日も2本打って、また次の日3本打って、うん、すぐ1軍行っちゃって、うん、バーって打って3割7分8厘でしたっけ、右打者最高打率、はあ、わすっげえと思って、その場にを見れたから、ましてや言ってたじゃないですか、ショートゴロだったんですね。ショートゴロだったの、うん、普通のボッテボテですよ、うん、すごいね。でもバッターってなんか見逃しで思い出す時もあるしね、一球見逃して、中根さんよくおっしゃってましたもんね、一球でティーの一球、素振りの一球、バッティングの一球で掴むし、忘れるから真剣に一球一球やらないと、もうすぐ忘れるよ、すぐなくなるよって言われてて、まさにその通りでしたね。おっしゃーと思って、もう次の打席でこうやって1球で変な空振りしたら、もうそれであれどうやって打ったっけみたいな。だから その辺なんか多分バネがよく分かって僕はそういうのが一切なかったんで分かんなかったですね。でもバネ、当時いいバッターいっぱいいたでしょ。いました。びっくりした人が、怪我明けで練習来てたちょうど田村さん、はあ、すごかったね。すごかったっす。で、残留練習でバッティング練習してる時に、うん、田村さんが長浦のバックスクリーンポンポン入れるんですよ。ああ、そんなになんかごっついわけでもないし、うんうん、どっちかって細く見えるな、細い見えるじゃないですか、うん、スラッと、うん、どっからこんな飛距離生まれるんだと思って聞いてみたんですよ、うんうん、バッティング教えてくださいみたいな、どうやってやってるんですかって、うん、簡単だよバッティングは、うん、自転車と一緒だっつって、自転車一回乗れたらもう乗れるでしょって言われた時に、聞いた人間違いだからじゃあもう天才すぎて、うん、自転車乗った感覚なんですよね多分。バッティング覚えたらもう忘れないでしょっていうふうに言われたから、うんうんうん、次元が違いすぎて半端なかったもんな。コツコツ素振りしようと思いましたもんバネが人志に聞いちゃダメよ。一軍の選手ですげえ人だっていうのがあったんで、うん、聞いてみたいなっていうのがあったんで、うんうんうん、聞いたら自転車と一緒っつって、バッティングが自転車と一緒っつって、乗れたら乗れるでしょ、うん、打つの覚えたら打てるようになるからみたいな。それじゃあ俺昔それ聞いたことあるんだよ、はい、ボビーローズって、はい、ローズ、はい、ローズがキャンプ初日から2月の、まあ、10日くらいに来るじゃん外国人、バッティングしてなかったっつって、同い年なんだけど、え、バッティングしてないのっつって、ウエイトだけやってたっつって、そしたらボコボコホームラン打つの初日からボビーなんでそんな打てんのっつって、自転車こぐのと一緒だっつって本当にですか、うん、忘れないじゃんっつって、自転車中根は今自転車こげるっつって、こげる一緒だっつって、その時横に田村いたのかな田村さん聞いてたんじゃないかでももしかしたら人志も同じ感覚なのかもしれないですね、うん、すごいですよね、うん、すごいですよ。同じチームに2人もいたところですよね、うん、だってそこにも秀一もいたでしょ、うん、いや村瀬さんやばかったっすね、うん、一生懸命聞いたらボール来るじゃないですか、こう全部こう上からドンと落としてるって言うんですよ、あまりにも自主トレとかも一緒にさせていただいて、ずっとこうやってドンと落としてるっていうから、俺全然わかんないじゃないですか感覚が。一回こっそりずっと動画撮ってたんですよ、うん、ティーやってる時、うん、部屋でずっと見てて、うん、どう見ても上からじゃないんですよ、うん
軌道がもうこうグーッてこう入ってきて、こういってるけどこう入ってきてドーンってホームランの放物線を描いてるんで、次の日ってこれ上からじゃないですよねって言ったら、バカやろお前頭悪いなって言われて、上からの感覚だよって自分の思いも持ってんだから上から出るわけねえだろって言われて、出したらダメに決まってんだろって言われて、って言ってたから感覚の問題バカ正直に上から上からって言ったら、一生懸命上からって言ったらやり方全開一番ダメなパターン、自分が全然ダメになっちゃった感覚大事だよね。でもまあ当時はさ、いいバッター本当にいたよ ね、 たね、まあ、もちろん拓郎なんかもそうだし、タネちゃんもちょっとっ、ちょっと人と違う構えからやってたりとか、結構なら普通は伝統としてどんどん残っていくんだよね、いいもん、うんで、まあ、アドバイス的には自転車だったり上から打てだったり、ちょっとあの一般人にしては難しいアドバイスもらってしまったから引き継がれなかったのかな全然いけなかったですあれやってました流れさん、新藤さんやってたマシンボーンって出てくるじゃないですか、うん、出てくるところに何回連続で入れられるかみたいな、何それ、あのアームとかあるじゃないですか、はい、うん、こういってここにこうネットのこ の、はい、この中変化球だったらこういきますボーンってやってボーンって出てくるじゃないですか、うんうんうん、あれで新藤さんが室内で打ってたら、お前 何目的にして打ってんねんって言われて、うん、いや、やっぱあのしっかり確率上げるために打ってますってタイミング取って、うん、アホかって言われて、うん、出てきたところに全部3つ入れたら終わりとか自分で目的決めんだよって言われて、うん、貸してみって言われてバット貸したらバーンって1球目なんかアップでちょっと近く行ったんですよ、うん、そしたらその後2球ボンボンって入れて同じところに新ちゃんで3球目、ガーンって言ったら3球目もドーンって入って、すげえ、でこうやんねんって言われて、なんだこの人はってなるっすよね。いやもうそんな間近で見られた、それを見せられてよっしゃじゃなくて、うん、うわ偉いとこ来たな3球連続で入れた、3球連続で入れたんですよ。でそれを藤田さんに言ったんですよ、新藤さんあそこ3球連続で入れたんですけど、お前にも見せたんって言われて、藤田さん見たことあるんですかさ、見たことあんでって言って、普通にできるらしいです投げても難しいのに打って入れるんですよ、すげー、信じられないです。3球ですよ連続で、取り外しましたもん本当に。え、ジータも見たの、藤さんは別の日になんか何球か連続で入れたのを見てるらしいです。それはちょっとなかなか一般人にはね引き継がれないですね、真似はできないですよね絶対に、超人がさらっとこう風のようにこう入る、そうそうそういうタイプ、しんちゃんシュッといなくなる、プロすげーな。そんな中でこう具体的にこうアドバイスが自分のものになったなって感じられる指導をしてくださった方ってあれこれちょっとどうしよう、まあまあ、まあまあ俺ゆうたに教えてたんだけどここで俺の名前出さなくていいよもうそれこそ高木さん、うん、中根さん一番見てもらってたの時期が長いのでいろいろ教えていただいてたんですけど、どうしても日替わり定食のようにバッティングが変わっちゃってたんですよ。あ、また今日違うんかっていつも言われてたんですけど、でも自分ではやってるつもりなんですけど、どん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 変わってしまってて、でもやっぱそういういろんなことを教えてもらったおかげで、結局最後の方は開きが早かったらまあこうした方がいいなとか、ちょっと下がってるなと思ったらまたちょっと違う修正方法だったりっていうのは試せる引き出しはめちゃめちゃ増えたなっていう、結果な抜きにして大事でしょうね。今になるとよくわかんない、めちゃくちゃわかりますね、うん、多分バネも今になってなんとなくバッティングっていうのはこういうもんなんだっていうのは結構わかったでしょ。でも、はい、今コーチ業やってるからさ、ね、いろんな引き出しはあると思う、うん、バネなんか、はい、いろんなところで多分いろんな練習してもう自分でもいろんなこと考えてこうしたらどうだあしたらどうだとか言われながらで自分でもいっぱい考えて、多分今 NPB 戻ってやったら多分2割1分は打つんじゃないやべ楽しいちなみにあの三浦大輔さんの話をちょっと黒羽さんに、あバネな、はい、あ僕そうですね、バネはあれじゃないの、三浦監督とバッテリー組ん、あれママ組んでなかった、組んでましたね、であの小学校の時に上岡の地元のトークショーで、うん、三浦さんと鈴木孝則さんがトークショー来た時に僕あの地元の野球少年代表みたいな感じで、うんうん、たまたまそういう話いただいて終わって裏で楽屋でサイン書いてもらって写真撮ってもらったりとかしてる時に三浦さんにお前大きくなってベイスターズ入って一緒に野球やろうなって言われたんですよ。いやすごいじゃん、すご
で、いい話。それで結果的に横浜入れて、三浦さんも高野さんも覚えててくださって、え、僕が小学校の時の花束渡したっていうの、あの時の少年みたいな覚えて、プライた時、はい、おその話になって、そうですね、何回か三浦さんは組ませてもらったりとかしてて、え、結構かぶった、結構かぶらせてもらいました、かぶってたよね、はい、俺バネの思い出がもう、まあ、いっぱいあるんだけど、バネの1年目のさ、笑い話で高卒1年目って打率ってあんまり分かんない、これもう本当打率は分かんない、はい、高卒でプロ入ってくる、はい、10打数3安打って打率何割だって聞いたら2割3分5厘とかバネだけじゃない、もうみんなそうなの、スーパースターになった選手も結構ね、あんまりね打率っていう こだわりないのよ、高校生の時も打率ってそんな気にしなかったんですよ、ないよね、はい、数字とかも気にしなかったんで、うん、ないよね、そういう選手が結構多くて、うん、ドラ1で来たスーパースターが野手で入ってきたんだけど、その彼にも俺聞いたの、まるっきり打率分かってなかった、それぐらいなのね、でそんな中あのファームの試合で遠征行くでしょ、そしたら試合終わって帰ってくるとホテルで、まあ、2、30分スイングする、スイングしてからあのシャワー浴びてどっかご飯食べ行ってなんかいろいろするんだけど、ね、よしじゃあ今日は4打数4安打、明日のピッチャーも知ってるから、はい、誰々ピッチャー4打数4安打イメージして4打数4安打打ったら今日はもう終わり、はい、ほんで俺こう見てたのみんなの、はい、4打数4安打どういう4打数4安打みんな打つのかなと思って、ちょっとバネ気になるからバネずっと見てたの、そしたらなんかやってんのこう見逃したり、あ今見逃したな何だったんだろうとか言って、それでこうバーンと振ってさ、あ今のファールだったなって言って、そしたら次こうちょっと泳いだの、泳いでってなんかやったのよ、バネどうしたって言ってショートゴロ打っちゃいましたって言ったんだよもうその時点で4打数4安打ないわけよ1打席目にボンボンボンなしてしかも素振りで泳いでたんですよね、そう今なんか泳いで三遊間なんとかあの引っ張って三遊間打ちましたっていうのかなと思ったらショートゴロ打っちゃいましたってアウトじゃねえかこれはねやっぱ可愛くてしょうがなかったよ高卒1年目これは俺の中ではまあまああのヒットやった1打席目でそう1打席目で泳いでショートゴロ打っちゃってんだもん